KDOKAWA は25日、創刊40周年を迎えたエンタメ情報誌、ザ・テレビジョン、事業のさらなる強化を図るため、週刊ザ・テレビジョン、を3月1日発売号を最後に休止、月刊ザ・テレビジョン、とブランド統合し、3月24日より新たな、月刊ザ・テレビジョン、としてリニューアル刊行することを発表した。これは、雑誌媒体、WEB 媒体それぞれの長所を活かし、よりユーザーのニーズに即したコンテンツの提供とスピーディーな情報提供を実現するブラッシュアップを言っていくのが目的。今後は、週刊ザ・テレビジョンでおなじみのレモンを持った表紙や、ドラマアカデミー賞などの企画、SEXYZONE、SNOW、MAN の人気連載などを、で、レビ誌時通で、発行部数ナンバーワンの月刊ザ・テレビジョンと統合することにより、さらに、ザ・テレビジョンのブランド、情報発信力を強化していく。また、WEB サイト、WEB ザ・テレビジョンとの連携を軸に、新たなサービス、デジタル事業を展開、ザ・テレビジョンの週刊誌としての刊行は休止するが、上記月刊誌とともに、ザ・テレビジョン ZOOM、ザ・テレビジョン COLORS、ザ・テレビジョン GENIC、ザ・テレビジョン SHOW、などの増刊は継続。また新たに期間として不定期刊行も予定している。週刊ザ・テレビジョンは1982年に刊行し、テレビ番組の情報や番組表などが掲載され、有名人がレモンを持った表紙でしたし、まれていたネットの声、週刊朝日に続き、週刊ザ・テレビジョンの休刊が発表され、ごく一部を除いて部数減少が止まらない週刊誌冬の時代が一層進んでいる。言うまでもなくネットにおける情報発信の影響によるもので、週刊誌自体もネット配信を手掛けている。無料、有料のものがあるが、事業として成立させるに苦労しているのが現状だ。紙媒体からネットへ移行するのは、情報を伝えるツールが変わったということ。移動手段が馬車から自動車へと移行していったのと同じだが、馬車は観光用として残った。情報を載せるツールとして紙媒体ならではの価値を提供できるかが生き残りの道だが、今のところ答えは出てない。紙代も高騰しており週刊誌冬の時代から減刊の時代に入り、今後も休刊が増えてくるだろう。昔は、年末年始の2週間分の号だけは毎年欠かさず必需品でした。それだけ昔の年末年始のテレビは、楽しみな番組が多く、見たい番組をピックアップして赤丸付けたりしてました。しかし時代の流れか、昨年の大晦日は初めてだったろうか、特に見たい番組もなかった。格闘技もやらなくなったし、今は地デジで番組表も見られるし、本はさすがに売れなくなるし、厳しいでしょう。紙媒体自体が売れなくなっている現状では、こうなることは必須なのかと思います。漫画、新聞、雑誌、小説とスマホで読めるようになった時代では、かさばって場所を取る紙媒体は減少を続けています。紙で、あること、紙面の大きさなどで良いところもあるのですが、やはりいつでも手軽に利用でき、コンタクトな利便性にシェアを奪われていますね。テレビ番組の副読本とも言うべき雑誌であれば、二重苦であったでしょう。テレビ自体を見る人が少なくなり、見る人も番組表がテレビのリモコン操作で出るようになっていますので、より必要性は感じないですから、月刊誌と統合するなど模索は続けていくということですが、テレビ番組に興味を持つ人が少なくなっていることを思えば、先行きはかなり厳しいと思われます。テレビが娯楽の主役だった頃は、特に年末年始とかこうした雑誌を片手に先の日付の番組表を見て、あ、もう5日のこれ見たい、とかチェックするのが楽しみだった。新聞だと当日のテレビ欄しかないから、1週間後の番組表を見られるってだけでプレミア感みたいなものもあったし、ところが時代がネット社会に変わり、番組表もネットで見られ、そもそもテレビよりもネット動画を見る層が増えてきたことで、必要性は失われた。かろうじて表紙のアイドルやタレント目当ての読者に支えられてたのでは、昔なら、見たい番組が始まる時間までに帰宅したり用事を済ましたりみたいなこともあり、テレビを中心に生活が回ってたりもしたけど、今や動画で好きな時間に好きなコンテンツを見たいとテレビが敬遠されたりもする時代、テレビが娯楽の主役だった時代も終わり、もっと言えば紙媒体の時代からも変わろう。としている今を象徴する休刊でしょうね。私は今から37年前に、実家暮らしをしていた関西から地方の大学に下宿住まいで通いました。
実家暮らしの時も毎週買っていたけど、地方版を手にして番組欄の違いを見た時は、いよいよ新生活が始まるんだなと不安もよぎりながら感じたのを覚えている。今はテレビへの関心はその時よりも薄れてきたかもしれないけど、そんな思い出もある雑誌だったので、無理なく続けられるところまで頑張ってほしいなと思います。以前は正月用として買っていたこともあるが、今やテレビを見る人自体が減ってきているし、番組表はテレビの機能として実装されているし、たとえ見逃したところで DVR 等で保管できるしで、テレビ雑誌としての存在意義は薄れてくるのも仕方ないことなのかもしれない。ドラマを見た見ないで次の日の話題にこと書いた時代が懐かしい。リモコンの小さな液晶で録画日時を打ち込んで予約していた頃、あの頃は予約に失敗したり、野球の延長で半分取れていなかったり、その後登場した G コードですら懐かしくなってしまいました。お正月は特番がたくさんあるので、テレビジョンを買っては赤ペンで印をつけたり、家族で見たい番組が重なってじゃんけんしたり、思えばあの頃はテレビが日常の楽しみだったような気がします。時代は移り変わり、テレビ以外に余暇を楽しむ選択肢がたくさん増えました。 YOUTUBE、DVR、サブスク、SNS、それはそれで大変ありがたい世の中ですが、楽しかった思い出が濃いだけに、なんだか寂しい気もします。学生時代、テレビ欄の構成をするアルバイトでお世話になりました。テレビ全盛期の中でテレビを持っていない状態でテレビ欄の構成をする、という妙な記憶が残っていながら、深夜や朝方まで全国各地の番組情報を構成し、締め切り最終日の、校了です。に開放感は忘れません。休館はまさに時代の流れ、早急なデジタライズによって新しいメディアコンテンツになってほしいです。時代の流れだね。地デジ以降、番組表が配信されるし、ネットでもテレビ局が番組表をアップしている。番組内容は、番組やテレビ局の HP でもわかるし、SNS などで評判も知ることができる。見逃し、録画忘れも DVR などを利用すればどうにかなる。そう考えると、今も購入している人って、どういう人なのだろうか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。